特集は陸上競技の男子 100m で夢の9秒台を狙う久慈市出身の日本短距離界のホープです。山口記者が取材しました。今岩手を飛び出し日本の陸上競技界のスターダムを一気に駆け上がろうとするスプリンターがいます。それは大上直樹選手、23歳、久慈市の出身です。現在は仙台大学大学院の2年生としてスポーツ科学の研究をしています。この世界のファイナルで戦う、そういった9秒台を出していくっていうことが、目標の一つには。大上選手が一躍脚光を浴びたのは先月の岩手県選手権。100メートル決勝で追い風参考記録ながら10秒06と9秒台に迫る好記録を出しました。驚くべきは最近の急成長です。久慈東高校から陸上の強豪仙台大学に進んだ後も2年前に全国大会で初めて入賞するまでは全国的にはほぼ無名。1年前の自己ベストは10秒37でした。しかしそこから記録を3度更新してこの1年で0秒22も短縮しました。客観的に見ると急成長なんですけれども、自分としてはこうやっぱり、去年の冬からやってきた練習がこうなんて言うんでしょう、まあ、10秒1台、というところでは、まあ、出るだろうなっていう練習は積んできたので、まあ、自分の中ではあまり驚きはなくこう、まあ、計画通りというか、まあ順調には来てるのかなっていう感じです。去年は春に太ももの怪我で3ヶ月まともに練習できない時期があった大上選手。今年の冬は怪我をしない体を作るためチューブを使って臀部の筋肉を強化する練習などに取り組んだことが急成長の一因といいます。そんな大上選手の速さの秘訣は後半の爆発的な加速力です。身長173センチと決して長身ではありませんが、自分より背の高い選手にも加速力で劣りません。冬季練習をしっかり詰めたというところが一番大きな要因かなと思います。で春先は少しその冬季練習で培ったものがうまく噛み合わなくてですね、まあ、タイムにつながらないという部分もあったんですけれども、それを少しこう修正して、特に中間疾走の部分ですねというところが非常にこう、噛み合ってきて、今回、記録が出始めているのかなと思います。先月福井県で行われた日本トップレベルの選手が出場する大会では10秒15の自己ベストで岩手県記録を更新し、東京オリンピック代表の多田修平選手に次いで見事2位に入りました。現時点で今季の国内ランキング7位に相当する好タイムです。まず前半シーズンの目標としては10秒1台だったので、そこをまずはクリアしたので、後半シーズンに向けては10秒0台を確実に出せるように、練習をしていきたいなと思っています。来年の春大学院卒業後も競技者として活動することが決まっている大上選手。今月26日北上市で開催される東北選手権に、その2週間後には大学生チャンピオンを決める日本インカレに出場します。そしてその先に見据えるのは、日本人で未だ4人しか足を踏み入れていない夢の9秒台です。 100m でやっぱり9秒台を出してこう、日本代表に入って世界のファイナルだったりそういったところで戦える選手になることが目標です。